ちゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん、はい。今日も3連戦振り返るの時間ですよ。はい。はい。ね、頑張れ、ちいちゃん。声が出だしました。はい、え？声が出始めました。とってもね。はい。ね、すいません。元気でよろしいです。はい、ありがとうございます。ね、まあ、ちょっと台風の影響とか、まあ、いろいろあってね、交通手段が取れないで、まあ、中止になった試合もね、随分ありましたけども。なんかね、移動中に新幹線に長い間、いなきゃいけなかった選手たちもいらっしゃったみたいでね。まあ、そうだね。本当移動大変なのにそういうことがあるとまた大変ですけど、うん、まあ、パリーグは影響があまり出てなかったけども、まあ、セリーグにね、うん、主に影響が出ました。はい、ということでね、なんかこの今回のちょっと台風があまりにもこう速度が遅くて影響の期間が長かったりしたんですけど、うん、まあ、そうだね、結構、うん、中止になった試合もあったので、はい、それもお伝えしつつ、はい、いきましょう。はい、では、はい、看板やちいちゃんよろしくということで、ね、はい、よろしくお願いします。はい、はい、こうなりました。はい、これね、セリーグは、はい、中日と DeNA はもう早々に3試合とも中止ということが発表されて、ね、はい、なかったんですね。で、うん、上の日程はカードの日程なんで8月30から9月1日って書いてあるんですけど、30日は上の2試合もなかったそうということで、実際は31日と9月1日の試合をお伝えすることになります。はい、はい、阪神と巨人は、1勝1敗になったんですが、はい、2試合目はちょっと途中7回で高コールドということになりました。はい、はい、広島とヤクルトは広島が2連勝ということになりました。はい、はい、では、阪神巨人からね、うん、やっと甲子園に戻ってきた阪神。そうそう、ね、うん、先発投手は才木と西勇輝、うん、はい、でジャイアンツの方は戸郷と菅野というね、はい、まあ非常にこの4人が投げるといえば、まあ、ゲームが締まるんじゃないかというふうに、そうそう、ね、まあ、思ってましたが、はい、巨人、うん、ね、あ、1戦目は4対2で阪神、阪神ね、巨人は、うん、初回ワンアウト後5連打で2点を取るというね、うん、なんかすごいね、5連打で2点かっていう、まあ、逆に言えば ね、いや、うん、もうちょっと点を取れたかなっていうこともあったけども、うん、ちょっと打線的につながりが、まあ、あの下位打線でつながりを欠いたというね、うん、いうことだったんだよね。はい、でまた2回にノーアウト1、2塁、うん、もう才木がね、状態があんまり良くなかったんだわ、阪神のね、あ、立ち上がりね、そうでしたね。でノーアウト1、2塁から打者浅野、はい、これどうするかなって、うん、まあ、1打席目に、外角高めをヒットしてるんだよね、うん、どうするかなと思ったらやっぱ強行に来たんだよ、はい、でこの回を無得点に、退けたんだよね才木がね、うん、そしたら阪神、うん、6回2アウト、はい、あ、この回もこの回1番から始まってたんだけど、うん、まあ簡単に2アウト後、まあ、森下ヒット、大山にデッドボール、うん、里輝が逆転スリーラン なんだけど、はいはい、まあ、初球はこうストライク、うん、で2球目際どい外の ストライクかなと思ったんだけどボール、うん、これね里輝ねほとんどね外の際どいところ、うん、ストライク取られるんだよね。うん、だから取られなかった、あ、これサトテルのペースかなみたいな、うんうん、なんかそんな感じを受けたわけ、うん、一瞬ね俺見てて、そしたら3球目もまっすぐなんだよ、うん、まあ低かったといえばいえコースはすごく甘かったんだよね、うん、でサトテルに3球まっすぐ行くかなっていう、うん、まあ打ったからそうなのかもわからないけども、なんかすごく違和感を感じた、うん、でやっぱりフォークに合ってなくてフォーク空振りの三振とかしてたから、はい、まあ、フォーク行くかなと思ったんだけど、うん、ここで3球連続でまっすぐ行っちゃったんだよね。まああんな甘いボールが行くと思って行ってなら行ってはしないと思うんだけども、うん、まあこれは逆転のスリーランになったという、まあホームランの威力っていうのはでかいなっていう、ね、まあ、サトテルの力というのがね、うん、やっぱ恐ろしいなっていうふうに感じたんだけど、うん、でその後前川、梅野が連打、木浪がタイムリーということで、これも大きかったですね、もう1点取るんだよね、うん、ここがでかかったんだよ、うんうん、だからまあサトテルのホームランはまあもう1点差、まあ、これは仕方ない、うん、まあ、ホームランも打てるバッターだしね、うん、でも2アウトを取ってながらその後の逆転スリーラン、うん、その後の3連打で1点、うん、これがやっぱりこう響いたかな。なるほど、うん、
初戦はね、うん、でね最近すごいね雷がすごい外がすごいことになってますが6回、はい、92球、うん、8安打、うん、ね8安打っていうことは、うん、初回に5連打、はい、で2回に連打されてんだよね、うん戸郷と丸に、うん、でこれで7本1、2回に打たれてるわけじゃない、うん、その以降1本しか打たれてないんだよね。ね、四死球ゼロだし。だからね、最近まあ受賞してる投手なんだけど、うん、やっぱ粘りあるね。やっぱちょっとこの日は立ち上がりがっていう感じだったのかな。いやもうこの日はもう持たないと思ったもん最初、うん、最初1、2回見た時に、うん、これ2回にバントやって点を取られたら、うん、ちょっと気持ちが切れかかったかもわからないけども、うん、このノーアウト1、2塁から、うん強攻に来られてそれをこう抑えることができたんで、はいはい、ちょっとリズムに乗ったかなという感じはするんだよね、うんうん、いやだけどやっぱさすがに受賞投手って粘り強いし才木って粘り強いなと思ったよね、うん、だから初回の2失点だけで切り抜けたもん、ね、この試合はね、うん、で一方戸郷、はい、5回3分の2 98球、うん、6安打9三振1四球1デッドボールの4失点というね、うん、だからね俺配球間違えなかったらちょっとこれは違った形に出たんじゃないかなっていうような気がするんだよね。この内容ね数字だけ見てると4失点ってちょっと多いなっていうふうな感じがしますね、うん、ランナー溜めてのホームランっていうのがあったし ね2アウトからだから、うん、で戸郷の持ち球とか、うん、戸郷のピッチャーの性質から言ったら三振取れるんだよね。そうですよね。だからそれが取れずに2アウトからずっと連打を食らったというところがさ、うん、まあちょっと消せなかったなっていうようなまあ初戦だった、うん、ね。結局ね才木投手はその後はやっぱね8安打4三振で無四球っていうことだったんですもんね才木。うん、さっきそれ途中で終わったからね。ああそう、そうそうそう。いやだから、うん、そうだね、1、2回に 7本打たれて、うん、そうそう、その後は1安打に抑えたということだから ね、 そうそうね、まあ、見事なピッチングでした、うん、ね、はい、いややっぱ岡田監督はいやうちは甲子園帰ってからだよって言ってたんだけど、うん、やっぱこういう試合を見せられるとやっぱ甲子園の力って大きいなっていう風にちょっと感じる一戦だったよね、うん、で甲子園帰ってから久しぶりの一戦だったから、はい、まあ、非常に劇的な勝利でね、まあ、よかったなっていう感じがしたんだけど、ね、うん、まあ、2試合目は、はいはい、3対1、うん、巨人で阪神が攻撃、うん、まあ、ちょっと肩上げエラーをして、うん、森下の打球をね、うん、で続く大山がそのミスを、ね、味方につけるっていうか、うん、大山がタイムリーで先制をするんだよ、はい、やっぱ昨日の勢いがあるなっていうのと、うん、まあ、巨人はすごく嫌な始まり方したなっていうね、うん、でましては菅野が投げてるし、うん、まあ門脇の方を見ていや大丈夫俺が抑えるからみたいな感じをこうジェスチャーしてたんだけど、うん、まあ、だけどちょっとタイムリーを打たれてね、うん、ちょっと嫌な立ち上がりだったんだけども、うん、まあでも巨人4回、はい、岡本が西からツーベース、うん、で大城がタイムリーヒットで同点ということで、うん、岡本がすごく西を苦手にしてたんだけども、うん、11打席目にやっとこのヒットが出たのかな、うんうん、で、まあ、大城がヒットで返したと、うん、で7回、はい、ね、大城がヒット、まあ、里輝がグラブに当てたんだよね三遊間のライナーの、うん、あー取れんかったかっていうような感じだったんだよね、うん、でノーアウトランナー一塁、はい、でもう当然雨も降ってたしここら辺はもう早めに1点を取って、うん、いつ中止になるかもわからないような雨だったから、うん、もう吉川は必ずバントかセーフティーバントしてくるなと思ってたの、はい、だからもうちょっと内野手前でもいいのになとか思ってたんだけど、うん、まあ、セーフティーバントこれ確かにね下も緩かったし、うん、殺せたバントを三塁線にできたんだよね、うんうん、これをサトテルがやっぱギリギリのタイミングになったから慌てたんだろうね、ちょっと暴投気味になっちゃって、うん、でノーアウト一三塁を作られるんだよ、はい、だからここら辺ねもうちょっとね天候とか試合の流れ読みを考えたらやっぱこれもうちょっと指示を出しておかないからな、もうちょっと前だよ前だよとか、うん、下がこう濡れてるからっていう、まあそうだね、いきなり極端に里出も前に出るっていうのはさ
っぱこう打たれた時に責任問題になるし、うん、いや だけどねこれ読みからすると絶対バントだったんだよ、うん、この雨の状況とか考えるとね。それは守ってる人たちもそう思っていたのかな。いやまあ確かに思ってたと思うけど、うん、やっぱねあのタイミングになるっていうのはちょっとね遅すぎるわ、うんうん、で1・3塁になった、はいね、でバッター門脇、うん、絶対セーフティーバントするな、あのセーフティースクイーズとか、まあ、来るだろうなって、うんうんうん、これなぜかというと、うん、もう確実に1点取るのはう、ね、うん、何が一番いいのかっていうことを考えた時に、うん、やっぱ門脇に対してはそれしか頭に浮かばなかった。もうとりあえずね同点に追いつきたいという場面ですよね。まあ、そうだね、うんうん、でね、まあ、セーフティースクイーズもやる、うん、ファールになる、うん、今度はスクイーズをかけたんだよね、うん、これも失敗、うん、もう追い込まれた、うん、もう打つしかない、うん、これがねラッキーにセンター前に打ってくれるんだよ、うん、ゴロで、うん、そしたら一塁ランナーの吉川足早いよね、また一三塁を作られるんだよ、うん、逆に成功してて1点だったら分からなかったよ、うん、だけどこのあと小林がノーアウト一三塁でまたねセーフティースクイーズをこれ初球で決めてくるんだよね、うん、ここら辺がやっぱりねベテランの憎いところというか、門脇があれだけ苦しんでたのにバントするのにやっぱりもうそういったところはよく磨かれてるんでしょうね。いややっぱ経験だな、うんうん、でもうスクイーズ成功、うん、ここで2点目なんだよ、うん、あだからまあ門脇が、まあ、不幸中の幸いというかね、うん、バント失敗したからヒットになってまた 1・3 塁を作って、うん、もう1点取れたというね、うんうん、まあ、皮肉な結果になったけども、うん、だけど菅野、はい、7回119、うん、7安打、うん、3三振無四球1失点というまあ、うん、最初のね1点だけど、うん、まあ自責はゼロなんだろうけども、うん、ここで13勝目かな。トップ両リーグトップですね。あ両リーグトップ、うん、やっぱ安定してるな今年。すごいですね、うん、ただね今日はね、うん、決して俺調子がいいとは思ってなかったの、うん、森下に対しての勝負球っていうのはもうど真ん中行っちゃったのよ、うんうんうん、ただなぜ抑えられたかというとやっぱ首を振って小林との会話の中で、うん、しっかりボールを選んで自分の意思で投げてたね、うん、だから抑えられたんだと思うよ。もうこれが多分このバッテリー間の信頼っていうのもすごくあるんですよね。あるな。これが信頼関係がなかったら多分森下捉えてると思う、ねえねえ、そうですね、あだからやっぱそれだけボールが生きてるんだろうなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じがした、はい、で西勇輝はもったいなかったね、うん、やっぱね勝るとも劣らない、うん、ピッチングだったんだけども、うん、6回3分の1 102球、うん、6安打3三振、うんうん、1四球の3失点というね、うん、ことなんだけども、まあ守りの部分だな、うん、どうやって守るかとかさ、やっぱ読んで守るかとかさ、うんうん、何を相手がしてくるかとかね、うん、まあ、そういうことを考えるとやっぱちょっと隙が生まれたかなっていうような感じがする。まあ、阪神の守備あった ね数字だけ見てるとね投手の、うん、あの差はないですけどね、なんか遜色ないよね。どちらかというとヒット数もね西投手の方が6本って言って1本菅野投手7本打たれてるんで、ね、うん、まあ、そうだね、少なかったりするんですけど、やっぱりこういう風な試合展開になりましたかね、うん、まあ結果になったな、うん、まあ1勝1敗、まあ、阪神をどっちが追っかけるんだっていう意味では、うん、1勝1敗っていうのが一番いけなかったんだけどね。阪神にとってはこのコーコールドがすごくあと2回攻撃でって思ってたでしょうに、まあ、まあ確かになかなか厳しかったですかね。まあ、ただねあと2回の攻撃っていうのは巨人は盤石で、うん、やっぱりいいピッチャーを揃えてるからね、うん、まあ、なかなか難しかったと思うけども、うん、まあ全くゼロかというとゼロではないよね、うんうん、まあもったいなかった、はい、はい、まあそういう阪神巨人戦でした、はい、で次は広島対ヤクルト、うん、まあとにかくヤクルトは松田で弱いね。それなんかこうずっとね、もうずっとそういう話を豊さんしてますけど、まあ、そうだね。やっぱそうですか。まあまあこのね今回も一勝もできなかったというね。どうしてだろう。やっぱ雰囲気とかあるんですかね。まあそうだね。うん、でね、1試合目が広島大瀬良、うん、2試合目が玉村。うん、でヤクルトの方は高橋奎二、うん、高梨ということでね。うん、
まあ、1試合目は7対0広島、うん、で広島4回、はい、小園ツーベース、末金先制タイムリーツーベースで、まあ、先取点を挙げるという、うん、で2アウト後ランナー2塁から矢野がタイムリーを打って、うん、まあ、2点を先取するんだよね、はい、でこの試合でああよかったと思ったのは、うん、小園が前のカードで3試合ノーヒットだったんだよね。ねえ、そういう話ありましたよね。あったよね、うん、でいきなり広島に帰ってから、うん、まあヒットが出たということでね、うん、まあ、非常にちょっと安心をしたというね、うんうん、まあ、広島にとってはいい人が打ってくれたなというね、うん、まあ、で矢野もちょっと元気がなかったんだけども、うん、まあ、矢野もタイムリー打ったという。で7回、うん、には菊池が8号ソロホームラン、うん、矢野が1号ソロホームランで、まあ、連続ソロホームランで、まあ、この回一気に5点を取って、矢野選手はホームランまで打ってる、ね、いやそうだよ、1号ね、もうね、うん、大はしゃぎだから、これは大はしゃぎですよね。いやいや、まあでも見事なホームランだったね、このタイミングでのまた1号っていうのもね、そうだね、大はしゃぎですよね。いや、で、まあ、昨年ホームラン打ってなくて、うん、まあ、ホームラン打ったのは一昨年まで遡らなきゃいけないということで、うん、まあ、嬉しいホームランになってね、で一気に5点を取って、まあ、勝負を決めるという、うんうん、でヤクルト、はい、ね、初回長岡、うん、先頭打者でヒットで出てきました、はいはい、ね、結局終わってみればそのヒット1本のみなんだよ、ね、以上みたいなね、以上、これは勝てないし、これはちょっとね、ヤクルトファンも見ててちょっとげんなりしたでしょうかね。まあそうだね、まあ、ただ ね、そのヤクルトの売りっていうのがさ、うん、やっぱ投手陣はねちょっと苦しいから、うん、まあ、野手陣で助けるということだったんだけども、うんうん、まあ1安打のみじゃね、まあ、どうしようもできないよね。ちょっとこれはね厳しかったですね、うん、そうだね、うん、まあそれだけ大瀬良が安定してたということ、うん、まあ、7回111球、うん、1安打、うん、5三振、まあ、3四球の0失点ということでね、うん、はい、まあ、非常に、まあ、慎重さもあるし大胆さもあるし、うん、まあなんか、まあ、相澤もなんか渋いね、うん、若い選手が多いヤクルトの中で、うん、まあ、若い選手も使ってきてるんだよね、うん、もう簡単に3球三振取るもんね、うん、3球で来いよみたいな、うん、大丈夫大丈夫3球でおいでみたいな、うんうん、まあ、そうやって三振を取るとかさ、うんうん、まあやっぱこう、まあ、非常になんか強い、まあ、広島だなっていう、ね、なかなかやろうと思ってもできないですね、そういったリードもね、まあ、ねすごいですよね、はい、で2試合目、うん、ね、5対1、はい、広島、うん、まあ、広島は3回小園が2点タイムリーヒット、うん、ああいいよかったね、本当ね、なんで、まあ、1試合目も打ったんだけども、うん、やっぱこうやってタイムリーを打ってくれるとね、うん、まあ、よりホッとするということも言えるし、うん、まあ、何より新井監督が小園が打った時のその笑顔、うん、なんかホッとしてたねやっぱ ね、 ね、やっぱ気にかけてるんだろうなっていうのがね、うん、すごく分かるシーンがあったし、ね、で6回、はい、2アウト2、3塁、うん、ね、その前に堂林が絶好のチャンス三振で帰ってきてるんだよね、うんうん、あ、これ追加点取れなかったらちょっと流れが嫌だなっていうふうに思った時に、うん、まあ、矢野がセンターオーバーのランニングホームランというね、え、まあ、あれで帰れちゃうんだってちょっとびっくりしましたよ。でもでしょ、うん、いやだけどね、矢野はねやっぱ打った瞬間から全力出してんだよ、やっぱ狙ってるというか、うん、もうホームランっていうよりはもう次の塁次の塁っていうことなんでしょうね。そうそうそう、そう、いやだからそういうひたむきな気持ちが、うん、このランニングホームラン、まあ結局スリーランというね、うん、表記になるわけだけども、いや本当びっくりしましたよね、まあセンターもねグローブに当てながら、グラブに当てながら、うん、もう精一杯のプレーだったんだけども、まあボールが点々としてみたいな。でもあれで帰ってくるっていうのは本当に、いやそうですよ、打った瞬間から全力で走ってないと帰ってこれないよ。もっとランニングホームランはちょっとエラーっぽかったりとか、はい、ボールがしばらく点々とするという、まあ例えば外野手が前に突っ込んできて、そうそうそう、それが取れなくて抜けたとかね、いなくって、でもボールと一緒に後ろに行ってるんだからね、そうそうそう、でなんかね、あらの方向に行ってしまって、もうこれはしょうがなかったねっていうイメージですけど、はい、うん、まあこれスリーベースかなと思ったら
帰ってきてて、誰がホームインしたんだろうって確認しちゃうぐらい。いや、俺はなんか矢野だったら帰ってくるかなとか思ってたんだけど、まあちょっと中継プレーもね、ちょっと乱れたことは確かにあるけども、やっぱランニングの、あの、矢野のあのランニングは素晴らしかったなっていうふうに思うね。うん、すごいと思いました。はい、ねえ、ということで。これで一気に5対0の。そう、そして2号ホームランということになりましたよ。いや、もう2試合連続だもんね。この、ね、1カードで2本、ね。はい。すごい。でね、やっぱね、玉村が、まあ、アドアもそうなんだけど、うん、玉村もやっぱしっかり投げれるようになったね。で、8回115球、うん、6安打、6三振、2つのフォアボールに1失点というね、うんうん、まあ、最後ね、完封できるかなと思って、マウンド上がったんだけど、やっぱりちょっと意識が強いんだろうね。今日も、まあ、9回、うん、満塁作っちゃって、うん、栗林の力を借りたけども、うん、まあだけど8回までねしっかり投げれるような投手になってきたかなっていうね、うんうん、だから非常に心強いまたピッチャーがね一人またしっかり育ったなっていうような、うんうん、そんな感じの投球だったよ、はい、で玉村はヤクルト戦、まあ、初めて、うん、まあ、勝利をしたというね、なるほど、まあ、記念すべき日になりました。はい、はい、まあ、ということで、まあ、セ・リーグはね、まあ中日と DeNA がないから、うん、まあ簡素にちょっと終わったみたいな感じはするけどもまあだけど、まあ広島がね、やっぱりやってる雰囲気がね楽しそうだわね。なんか本当にこうみんな明るいしね。矢野がホームラン打ってきた時初戦にね、うん、もうくしゃくしゃにされてて、うん、もうあの、ま、ランニングホームランで帰ってきた時なんかは大爆笑してたもんね、みんなが、ね、どうしたのみたいなね。まあまあまあ、そうそう、ね、それなんかいい雰囲気でやってる。そうそう、首脳陣というか監督さん含め皆さんでねなんか楽しそうにやって。そうだね。で阪神巨人は、うん、やっぱどうしてもこう守備とかね攻撃の再現でうまくいかなかったりだとか、まあ勝負だから勝ち負けはどっちかにつくんだけども、うん、なんとなくすっきりしない、うん、両チームで終わったかなという感じがするね、うん、はい、ね、まあそういうセリフでした。そう、1位広島、巨人2位で 0.5 ゲーム差、はい、はい、3位阪神とは5ゲーム開きました。そうだね、はい、まあ、阪神は今日の負けは痛かったね、うん、はい、まあ、あと下はね DeNA 中日は試合なかったんでね。そうなんだよ、はい、ただ DeNA はね、うん、来週から出てくるだろうから、今週か、うん、から出てくるだろうから、うん、まあ、この試合感がどうかっていうことだよね、うん、せっかくバッティングっていうのは状態良かっただけに、うん、この休みがどう響くかだよね、うん、まあ、疲れが取れてね、絶好調になるもんがいればいいけど、それだといいですよね。まあそうだね、まあ、阪神とは 1.5 ゲーム差なんでね、はい、ここはもう本当に僅差ですよ。はいはい、はい、続きましてパ・リーグです。はいはい、こうなりました。パ・リーグはもう逆に全く影響なく3試合ずつあったんですよね、はい、そうなの、びっくりしたね、ね、ある意味びっくり。いや、ロッテなんか絶対中止になると思ってたけどね、この関東の天気見てるとね、まあひどい中やってた時間帯もあったけどもね、はい、まあでもなんとか一応3試合ずつ行われました。はい、はい、西武と日本ハムは西武が2勝1敗の勝ち越し、はい、ロッテとソフトバンクはソフトバンクが2勝1敗の勝ち越し、はい、楽天とオリックスはオリックスの3連勝ということになりました。はい、そうだね、はい、はい、うん、まあ行くか。はい、どうぞ。西武対日本ハム、うん、ね、西武は松本、今井、竹内、うん、日本ハムは加藤、バーヘーゲン、北山ということでね、うん、1試合目5対2日本ハム、はい、まあ、日本ハムは3回、フォアボールのランナー2人置いて清宮が先制ツリーランホームラン、うん、まあ見事やったね。清宮君本当ね調子続いてて、まあ、調子っていうかね、うん、あれが実力だよ彼の。それがちゃんとずっと発揮されてる、うん、ここのところ。いや俺はもう覚醒してここのこういう位置に落ち着いたっていう感じがする。ようやくという感じ。いや、そのぐらいね、うん、やっぱ良くなってるよ、うんうん、でこの試合は、まあ、初回にね清宮がエラーをして、うん、まあ、それを反省するかのごとく、うん、まあ、スリーランホームランでお返ししたというね、うんうん、で西武は6回ノーアウト1・2塁、うん、外崎バント、はい、これをねちょっとタミヤが余裕こいたかな、うんうん、でちょっと
サードも伺いながら、うん、ああやっぱり一塁だと思って一塁に投げようと思ったらランナーがあまりにも進んでたんで、おっとっていう感じ、ちょっと慌ててね、うんうん、ファーストに悪送球したけども、うん、やっぱねここのところ日本ハムっていうのはエラーで、うん、非常に失点をしてるケースが多いんで、うん、だからこういうのはちょっと避けてほしいよね。ちょっと気になりますね、はい、でここで2点を取られて1点差に詰め寄られるんだけどもね、はい、7回、うん、フォアボールセーフティーバントで1・2塁、うん、で郡司が2点タイムリーツーベースを打ってくれて、うん、事なき得るんだよね、はい、だからまあ日本ハムの方は勝つには勝ったけども、うん、エラーでの失点のケースが増えてるっていうことがすごく気がかりだということ。なるほど、はい、うん、で加藤は6回90球、うん、8安打3三振、うん、無四球1つのデッドボールの2失点ということで、はい、まあエラーが絡んだからまあ失点は2だけども自責は1ぐらいかもからね、うん、でまあ加藤がこれ8勝目、うん、自己最多タイに並んだということ、うん、だから今シーズンはなんかこう2桁加藤だったら行ってると思うんだけどもさ、うん、行ってないんだよねまだ ね、まあ、8勝止まりだったんだよ過去も、うんうん、いやだから今年はやっぱこう10勝をね、まあ、上げてほしいなっていうふうに思ってます、うん、はい、はい、で2試合目で2対1西武、うん、バーヘーゲン、はい、ものすごい良かった、はい、ね、7回88球、うん、2安打4三振無四球1つのデッドボールの無失点ということで、うん、で今井、はい、8回115球5安打5三振、2四球1失点ということで、うん、これ今井はね三振ダッシュの、うん、三振ダッシュというか最多奪三振の記録っていうか、うん、タイトルがかかってるから、うん、ものすごくやっぱこう三振を狙うような配球で、うん、小型を組み立てて投球してたね、うん、なるほど、まあそれじゃなくても今井っていうのは力もあるし、うん、三振も普通にやれば取れるピッチャーだけども、はい、より以上に考えながらね、うんうん、こうやってたね。なるほど、はい、で7回、うん、日本ハムレース、はい、ね、球団外国人最長記録、うん、を更新する22試合連続安打で出塁という ね、うん、ねで郡司が、続く郡司がライト前ヒット、うん、ね、普通の外国人あの巨体を揺らして、うん、三塁まで狙わないと思うんだけども、うん、やっぱねこう判断よく本当ね判断力もあるね、うん、本当一生懸命走って、ね、一三塁を作るんだよ本当に。だからあれだけねやっぱ献身的にやってくれる外国人っていうのもまあ珍しいって当たり前っちゃ当たり前なんだけどもまあだけど心打たれる激走だったよ。いや本当、しかもなんか早くないですか。いや早い早い、ねね、でサードに行ったことによって、うん、ダイソー磯畑、はい、ね、で続く上川畑、うん、セーフティースクイズで、うん、まあ、7回にやっと先制するんだよ、うん、でこの1点、うん、ね、まあ、今井からあんまり点取れないよ。そう、ね、やっぱりね、うんうん、まあ、状態も悪くはなかったし、うんうん、ね、三振を取るためにもうなんかこう丁寧にも投げてたし、うん、で8回、うん、西武の攻撃、うん、ランナー1人置いて、はい、代打栗山、はい、でやっぱピッチャーを川野に変えるんだよね、うん、やっぱ左対左ということで、うん、そしたらその初球、はい、栗山がなんと、うん、逆転ツーランホームラン、びっくり。やっぱねベテランの力っていうのは怖いなと思ったのが、うん、栗山がこうやってね、うん、打った瞬間に、うん、サードの方によろつくんだよね、はい、体がよろつく、うん、普通だったらこう打って一塁側の方に行こうとするんだけども、うんうん、もうそうじゃない、栗山はあれホームラン狙ってたね。なるほど、体を開かないように絶対外から入るっていう、それをもう決め打ちでインサイドから絶対入ってこない、絶対外から入る、その球を強引に踏み込んで体を預けて振りに行った、うんうん、これがやっぱできるっていうのがすごい、うん、それと初球あまりにも甘かった、
もうじゃあドンピシャにこうドンピシャやな、ね、狙ってた球というか、うん、を投げてしまったというか。でもねその時のキャッチャーは多分伏見だったと思うけど、うん、伏見はね、うん、外のボールから入れのサインだったと思うんだよ、うん、まっすぐ、うん、でまっすぐを投げさせてみて、うん、でね何を狙ってるかっていうのを見たかったと思うんだよね。なるほどね。それがね初球あまりにも甘かったわ。なるほど。ああもうその前にちょっと決着ついてしまったという、ね、そうそう。やっぱ2000本打ってるだけのことはあるし、うん、やっぱりバッティングでね、うん、こう勝負してきたあプロ野球選手だし、さすがですね。で西武をずっと支えてきた選手だけ、ね、だけにね、うん、やっぱあのなんかこう根性っていうかあの踏み込みっていうのはなかなかできないと思うけど、うん、ああやられたなっていうような感じがした ね、まあ、見事なホームランでした。はい、まあ、クリちゃんはね本当にあの、うん、ヒーローインタビューでちょっと興奮してて、うん、ねちょっと一人よがりだったけどもそんなこと言わないいやまあまあそんな感じがあったんだけどもいやだけどねすごく素敵なねまあ人間だしね、うん、でもまあそうなってしまうようなね、もう本当に興奮するよ。もう本当に素晴らしい一本でしたもん ね、勝負を決める一本だし、はい、そうだね、うん、まあ見事でした。はい、はい、で3試合目、うん、6対5逆転サヨナラということでね、はい、またそうだね、そのようなことになってしまいましたよ、はい、これね日本がね、うん、まあ初回レース、うん、タイムリー内安打、上川畑、うん、まあ、1点で終わるところで上川畑のタイムリーで2点取るんだよね、うん、で2点先制のままずっとゲームが動いて、うん、で6回、うん、レースが17号ソロホームラン、はい、で3点目、これで、また連続試合連続安打、そう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 、23試合に伸びたね。まあまあ初回で伸びてるんだけど ね、ああ、そうか、初回ね、そうそうそう、うん、で6回裏、うん、その裏、はい、でフォアボール、北山がねそれまでね抜群に良かったんだよ、うん、そしたらいきなりフォアボール出して西川にツーランホームラン食らうんだよ ね、そっからちょっとリズムが狂うんだよ、はい、で元山がツーアウト1・3塁から同点打を打つんだよね、うん、であっという間の同点劇だったんだよ、うん、やっぱスタミナなのかちょっとやっぱこう6回ということでちょっと間が空くじゃない、うんうん、だからリズムがちょっと取れなくなったのかちょっとおかしかったね。それって防ぎはないんですかね、やっぱり。いやーもう慣れるしかないよな、うんうん、で同点で迎えた9回、はい、で水野、うん、でねショートを上川畑をセカンドに回したのかな、うん、んで水野を入れたんだよね、うんうん、その水野がタイムリーツーベース、うん、ね、まあ、見事だった初球を、ね、でねその前に7回裏 の、 こうあの守りで、うん、平沼のねツーアウト満塁からのセンター寄りの打球を飛びついて取って、うん、未然にピンチをしのいだんだよね、はい、いや素晴らしいあの守備したなと思って、うん、よく水野を起用したなと思ってさ、ね、してたなと思って、うん、ほんでこの打席でしょ、うん、この日初打席だからこれこのタイムリーが、ね、うわー いいところ変えてたなと思って新庄監督ね、うんうんうん、いやさすがだなと思ってて、ほんで続く清宮、うん、これもあのタイムリー打つんだよ、うん、初球をね、うん、まあ、水野も初球、清宮も初球で2点リードを取るんだよ、はい、しかしその裏、はい、柳川フォアボール、うん、ヒット、フォアボール、うん、で、まあもうツーアウト満塁まで来ちゃうんだよね、はい、で、代打栗山また来たなと思ってね、え、なんでしないけど、いや、栗山がねネクストでこうと待ってるわけよ、ね、待ってたね。いやそれをやっぱ見てるわけよね、やっぱちょっと嫌ですよね、やっぱ嫌だな、あれもあるしね。そうだな、だからそしたら回ってきちゃったんだよ栗山に回ってきちゃったって来ちゃった。栗山がね初球から振りにかかるんだよ、うん、でね制球を乱してるピッチャーで初球から振れるっていうのはよっぽどの自信がないと振れないんだよね、うんうん、やっぱボールから入るんじゃないかなと思ってちょっと様子見で入りたいんだけど、やっぱ代打の真髄っていうかさ、それを知ってるあの選手だな、やっぱフルスイングからいったよ、思いっきり言ってましたよね、うんうん、でもそこから追い込まれたんだよ、うん、でもね
やっぱボールは振らないわこのバッターは。いやー本当に、うん、クオリティが高い選球眼、うん、で押し出しだよねえ。これも粘ってというか、うん、もうギリギリの押し出しでしたね。そうで5対4、はいね、そしたらやっぱもう我慢ができなかった、うん、柳川から池田に変えた、はいね、で元山がこの日4本目のヒットを逆転サヨナラで決めるというね。ねえこの日元山選手はもう本当に素晴らしかったですね活躍ね。うん、ちょっとやっぱ日本ハム寄りで見てるからちょっと申し訳ないけどなぜかね、なぜかね、うん、だからちょっと疲れたな。疲れ最後9回でしょ疲れたの。2試合連続で疲れたんですよ。あ、そういうことね。ただ栗山とはね、うん、あのすごく仲いいし、うん、ものすごく喋ったか喋るしね、うんうん、だから栗ちゃんがあの活躍してくれることは嬉しいんだけど、うん、ものすごい痛かったね今回は。活躍がね、活躍がな、うん、まあ、さすがですよね、まあ、でもさすがやな本当にね、うん、でもちょっとね、うん、日本ハムは痛いこの 2戦で、ね、逆転。いやもったいなかったなこれはな。しかもこの3戦目は特にねもう9回う、ね、2アウトまでもう流れ的には、うん、もうね日本ハムが完全に勝つ流れだったんだけども、そうですやっぱ西武も、うん、なんて言うんだろう、なんか選手たちがこう前向きになってきてるね。うん、本当ね。うん、本当本当。いいチームに変貌してきてます。はい。ね。ちょっとね、西武源田選手が途中でね。あ、そうだよ。そうそうそう。ちょっと痛いですよね。西武って痛いけど何かと思ったら結膜炎。そうそう。いやいや打席に入った時に、うん、あれちょっと目がおかしいなと思ったの。思った。なんかしょぼ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 してるようななんか目がいつもよりもともとちっちゃいんだけどさ。なんかよりちっちゃいんかなと思って腫れてたんですよね、なんかね、炎症でね、うん、だから目がちょっと辛そうだなっていうのはすぐ分かった。いや、目はね、もうバッティングも守備も大事だからちょっと難しかったんでしょうね、途中からね、うん、でもちょっとね、結膜炎だからそんな長引かないでしょうけど、まあね、まあ映るかも分かんないからな、結膜炎って。ああ、使ったものとか、うん、そうそう、何で感染したかにもよるけどね、はい、まあそこら辺でちょっと西武に痛いね、まあそうだね、離脱になりましたが、はいはい、はい、続いてロッテ対ソフトバンク、うん、ね、ロッテの先発佐々木、はい、メルセデス種市、うん、はい、ソフトバンク有原、うん、スチュワート、石川ということでね、うん、1試合目、6対2、うん、ロッテ、はい、ね、佐々木朗希、はい、7回101球、うん、3安打7三振2四球、無失点ということで、うん、で一方有原、はい、5回97球9安打、うん、3三振1四球の1デッドボールの5失点という、うん、有原はずっと負けてなかったのよロッテに。そうです、ね、ずっとカムにしてたんだけども、まあ相手佐々木朗希に負けたということで、うん、で佐々木朗希、うん、この日もねちょっと配球を変えたね。なるほど。まっすぐの割合をすごく減らして、うん、スライダーを中心に変化球を多めに使ったんだよ、うん、はい、その結果ソフトバンクを3安打に抑えることができたんだけども、うん、やっぱね、まっすぐ、あ、ここで絶対まっすぐだなっていうところも、うん、ほとんどそういうところはスライダーを持ってきてたね、うん、それでストライクを取って、うん、まあ、フォークで勝負するとか、うん、やっぱね、佐々木朗希って言ったら打者の心理からすると絶対まっすぐ待つんだよね、うん、まっすぐ待ってないとまっすぐ来たらお手上げだから、うん、早いから、そう、うん、でボール先行がしたら絶対まっすぐでファールを打たしに来るとか、ま、うん、っすぐで押してくると思うところも、うん、スライダーだと振れないんだよ。 なるほどなかなかね、なるほど、 100% がまっすぐって決めちゃうと、うん、だからそういうこうバッターの心理を逆手にとって、うん、そういう配球がこの日はすごく良かったかなっていうふうに思うよね、うん、はい。で2回、うん、まあ、ロッテは佐藤内安打でこの日先発に戻ってきた安田がタイムリーツーベースで先制、うん、ね、見事な先制だよ、うん、で2アウト後1・3塁、うん、藤原がセンター前ヒット、うん、まあ、3回にはポランコがタイムリーヒット、うん、まあ、4回には、まあ、2点を取ってね、うん、まあ、有原がゲームを作れずということだったんだけども、うん、やっぱ有原のその配球という、うん、なんていうのかな、まあ
ある程度変化球主体なんだよね、うん、だからそれをこう打ち返されてたという、うん、まあ、そんな感じがしたね。だから逆に佐々木は配球を変えて成功したという、うん、まあ、前回のその日本ハム戦には打たれ打ち込まれたけども、うん、まあ、だけどそれをこう配球を変えることによって、うん、防いだという、うん、で有原はやっぱ配球もある程度考えていかないと、もうなんかこう成功してるパターンは読まれてるかなという感じがしたね、ロッテにね。なるほど、はい、はい、まあ、そういう1試合目でした、はい、ちょっとね有原投手少しあの 最近崩れるケースが多いな、ね、少し心配ですね。そうだね、そ、はいはい、で2試合目、うん、シュワートジュニア、はい、7回106球7安打7三振1四球の1失点、うん、メルセデス6回104球、うん、5安打5三振4四球の3失点、うん、まあ、スチュワートジュニアもやっぱボールに力があるな、うん、で2回、はい、まあ、1点先制されてたんだけども2回同点ホームランソロホームランを近藤が打つという。なるほど。で6回には石塚が2点タイムリーヒット、うん、7回には岩宮が4号ソロホームラン、うん、でどんどん突き放していくんだよね、うんうん、うん、で、まあ、初回に1点取ったんだけども取ってね、うん、だけどまだ押せ押せだったんだよね、うんうん、まあ、その時にポランコがゲッツーで、うん、点が取れなかったという。なるほど、まあ、それがちょっと痛かったかなという感じがするね。なるほど、まあ、初回に2点3点取っとけば、うん、ちょっとこういう展開っていうのは避けられたかもわからないけども、うん、やっぱ1点しか取られてない。で逆にソフトバンクからすると、あ、1点でよかったっていう終わり方だったんだよね。逆にリズムに乗れるというか、そう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 、守備からね、そうそう、うんうん、だからまあすぐ近藤は同点のホームランを打ってくれたしさ、それがまたよかったんですね。まあまあそうだね、うん、そしたらまた振り出しからだから、うん、だからやっぱこうゲームの作り方、やっぱ取らなきゃいけないところに取れなかったというね、うん、まあロッテもやっぱこう2位を争うとしてる中で、うん、まあちょっとこの攻撃っていうのはちょっと痛かったかなっていうような感じがするよね。なるほど、はい、はい、まあ、スチュワートが非常にいいピッチングをしましたということです。はい、はい、で3試合目、うん、3回ソフトバンクワンアウト満塁から近藤が3点タイムリーヒット、うん、ね、続く正木タイムリーで4点と、ね、もうね、種市もね 1,2 回良かったんだけどね、うん、いやだけど、まあ、こうやって、まあ、近藤じゃなかったら打たれなかったかなっていうようなところを、やっぱ近藤がいるんだよね、ソフトバンクは。まあ、当然近藤がいるんだよね。当然、そうそう、いや、やっぱね、近藤はやっぱなんとかするよ ね、こういう時って。あで、5回には近藤が19号ソロホームラン、うん、まあ、7回には正木のツーランホームランなので、うん、まあ、5点。まあ、10対0になるというね、うん、いやだからもうあっという間にさ、これね結構こう見ていってると、うん、3試合こう見ていってるとやっぱホームランを打たれすぎる、うん、ソフトバンクのバッターに対して、うん、でまあ打たれるなっていう方が難しいのかもわからないけど、うん、やっぱねホームランでソフトバンクは楽にゲームが進められてるということなんだよね、うんうん、確かにね、うん、で石川6回104球、はい、6安打6三振、うん、無失点という、うん、で種市3回80球4安打5三振3四球1デッドボールの4失点。もうこれではねやっぱ2位になろうとしてるチームとしてはやっぱ種市が勝ってくれないとさ、うん、困るんで、まあちょっと厳しいな。8敗目ですね。そうだね、うん、で周東がこの日4安打、はい、で近藤が3安打 4打点、うん、正木が3安打3打点というね、うん、こう偏ってるよ ね打たれるバッターに対して、ね、うん、でこういうバッターが引っかき回して、まあ、近藤が返し、うん、近藤が返してランナーでニコニコしてる近藤を正木が返すというニコニコしてる、いやいや本当によ、うん、だからやっぱちょっとホームランを意識した方がいいかな。あの力で行くのもいいけど、うん、やっぱボールの高さとか
そういうのを少し考えた方がいいかなっていうような感じがするね、うん、まあ、確かに種市なんかはボールに力がある、うん、で、まあ、そういうところはあの力でいきたいと思っても、うん、やっぱり力でいくんだったら低めにいくとかね、うん、そういうことを考えないと。でメルセデスなんていうのは近藤がホームラン打ったけど、うん、まあ、実に見事に流してホームランしてるしな、うん、まあ、このテクニックを止めるのはなかなか難しいかもわからないけどもね、うん、まあ初戦にしたってまあ初戦は勝ったからよかったか、まあ、こう攻略してるからね、うんうん、まあ、だけどその2戦3戦というのは、まあ、ホームランでやられたなっていうような感じがするね。ね、はい、ちょっと点をね大量に取られてしまいましたね、三振にはね。はい、はい、最後楽天対オリックス、うん、ね、楽天藤井、岸、うん、小蛇、はい、オリックス、うん、曽谷、宮城、うん、エスピノーザ、はい、ね、初戦2対0オリックス、オリックス、はい、ね、オリックスは初回ワンアウト1・3塁から犠牲フライで先制、うん、で5回にはワンアウト3塁から広がタイムリーヒット、うん、で曽谷6回85球6安打4三振、うん、無四球無失点ということで、ね、やっと勝ちがついた、ね、ちょっとどうかね、これね6連敗中かなんかだったんだよね、ずっと勝ててなかったのよ、でいいピッチングしててもまあ援護点がなかったりだとか、うん、勝ちがつかなかったんだよね、うん、でこの日一番危なかったのが6回、うん、ワンアウト満塁を作るシーンなんだけども、うん、先頭バッターをこうサードのエラーで出してんだよね、うんうん、そのサードに入ったのが横山という高校生ルーキーで、うん、まあ18歳、ね、うん、でまあこの日は初の長打かな、うん、プロ入りしてからの、うん、まあ、二塁打を打ったりとかしてるんだけども、うん、だけど外にも勝ってないじゃない、うん、だから勝ちたい勝ちたいがあって、うん、でやっぱ苦しかったと思うんだけども、はい、ここをやっぱ横山のエラーを救ってあげたよね。なるほどね。ワンアウト満塁から、うん、鈴木大地、うん、フランコを打ち取って、横山のエラーを帳消しにするというね、うん、まあヒーローインタビューで言ってたけども、うん、やっぱこう横山をね、助けなきゃいけないと思ってないねえ、あ、やっぱりでも負けててでも先輩だし ね、 そ う、 ね、まあ、そういう気持ちがねある優しい子なんだなと思って、ね、うん、だから勝ててよかったなって、まあ、そういう気持ちがあったから勝てたのかなっていうことも言えるしね。やっぱりねドラフト1位で1年目、うん、試合に出ててエラーした時にどんな気持ちだろうって思うとやっぱそういう気持ちになるんでしょうね。まあなるな、まあ、なるし横山も祈ってたと思うよ、うん、先輩頼みますみたいなね、いやいや本当ね、すいませんお願いしますっていう気持ちでしょうね、まあ、外にも俺も勝ってないんだよみたいな気持ちでいたかのかもわからないけども、うん、まあでもね両方が救われて、まあ、よかったなという ね、 ね、まあ、そういう試合でした、はい、まあ、だけどオリックスは0点では勝てないからねこれね、うん、楽天ね、あ、楽天ね、うんうん、で2試合目、はい、6対0、うん、オリックス、はい、うん、うん、また0点なんだよね、なんか楽天はね、はい、でオリックス4回、うん、岸のカーブを頓宮がはい、先制ソロホームラン、ほいほい、まあ、久しぶりになんか頓宮のうまい打ち方見たなっていうね。なるほど。この日は9番に入ってたんだよね。ああ。で頓宮選手9番ってねそうだよ、あんま聞かないかな、昨年の首位打者だから ね、 ね、なんか本人も喜んでいいのか9番を悔しがってやった方がいいのかっていうね、俺多分複雑な心境だったと思うよ、うん、ね、まあだけどそうやって結果を出せるっていうことはね腐ってなかったなっていうのがあるし、で、ね、うん、で6回北のタイムリー、7回には西川紅林が連続タイムリーという、うんうん、で8回には森西川タイムリーということで、うんうん、久しぶりに宮城に援護点が入った、ね、ね、で援護点が入った宮城、うん、ね、土地狂うかなと思ったけどさすがです、はい、まあ、8回115球、うん、5安打7三振、うん、まあ、2四球、うん、無失点という、はい、まあ、5勝目、
ねえ、5勝8敗。本当にびっくりするよ ね、 そんな。まあでもね、春先ね、確かにね、あまりいいことはなかったんだよ。そうでしたね。まあだけど、ここのとこずっと安定してるんだけどもさ、援護点がなくて勝ち星がつかなかったんだよね。そうそう、なかなか勝てないねみたいなね。うん、まあこれで流れが変わるといいなっていうふうに思うね。そうですね。はい、はい、で岸、うん、5回114球、うん、8安打、うん、7三振、うん、2四球、1失点で、まあ5回で変わるんだよね。うん、まあ球数も多かったということもあるけども、まあ岸も今年まだ3勝しかしてないというね。そうそう、3勝10敗になっちゃった。まあそうだね、もうちょっと頑張らないとなっていうふうには思うね。はい。はい、で、3試合目、うん、まあ2試合連続完封負けの、まあ、楽天。はい、まあ、初回、うん、浅村がタイムリーヒットで先制、やって点を取れたね。そうそう、まあ、3回にはゲッツー崩れの間に、うん、あ、ゲッツーで1点を取るんだよね。うんうんうん、これも浅村、うん、まあ、2対0でリードしてたんだけども、うん、まあ、6回ノーアウト2、3塁から頓宮タイムリーヒット、はい、ツーアウト2塁から若月がタイムリーヒットで逆転という ね、 ね、で9回には森西川のタイムリーなので、まあ、3点を取り、うん、まあ都合6対2で、勝つというね。この日は頓宮選手は6番に上がってますね。まあそうだね、全体的に言えばさ、うん、楽天やっぱこう今4位にいるよね。上がちょっともたもたしてる時に勝ちたかったんだけど、うん、0勝3敗っていうのは痛いな、これは痛い、ね、痛い、ね、上がね、うん、日本ハムもちょっと負け越してたりとかね、うん、ロッテも負け越してるから、 そこのところで攻めたかったっていうのがあるんですけど、だからちょっと意識が入ってきたのかなっていうね、さらにいけるぞっていうような、そうね、3連敗ってちょっと痛かったですね。そうだね、まあ日本ハムロッテっていうのは、まあ、楽天をすごく嫌がってたと思うんだよね、うん、いやだけどなんかこう楽天が負けるからさ、まあ事なき得たというか、まあ、日本ハムなんかも2試合連続で逆転負けして、いや苦しかったと思うけど、ロッテも付き合うように負けてくれたからね。ということでね、逆に今度楽天下が 2.5 ゲーム差でオリックスがくっついてきてるので、 そこがちょっとまた要素変わってきたなっていう、まあまあそうだねところ、うん、いやだから非常に残り試合からいくとさ、やっぱ 今の順位で決まるのかなっていうような感じはするけども、非常に日本ハムが嫌な負け方したし、これね、ね、ソフトバンクはもう今マジック15になって、まあ、日本ハムとのゲーム差が11あるから、そこはもうあれかもしれないんですけど、ね、2、3位ロッテが3ゲームでしょ、うん、楽天が3ゲームでしょ、うん、その下オリックス 2.5 ゲームだから、うん、ちょっと等間隔になってきたよね。ただねロッテはねちょっとバッティングの状態はあんまり良くないな、うんうん、だから苦しいと思うし、楽天もここに来てバッティングの状態が悪い、ね、一番いいのはオリックスと西武だもん、 なあ、これね、あとまた残りの試合数もね、楽天は今116試合終わってて、うん、まあ一番多く終わってるのがロッテが121試合って、ここでもう5ゲームの残試合数もあったりすると、またそれもきっちと出るか京都出るかっていうところもあったりね。そうだな、うん、だからちょっと、うん、どのチームが苦しくなるかっていうのはわからないけども、うん、まあだけどやっぱ打たないと、うん、勝てないということ、うん、で日本ハムはまあギリギリで逆転されてるけども、うん、まだから点は取れてるからね、うん、ただ失点するにあたってちょっとエラーが増えてきてるっていう、それ失点がエラー絡みだっていうのがちょっと気になるな。ね、うん、だからどのチームがやっぱ早く整備をできてきっちりしたゲームができるか、まあ、これにかかってるかな。これはやっぱりなんか打撃が上がらないとかどのコーナーよりはエラーの整備とかの方がまだしやすいの。いやしやすいね、うん、手伝ってくるんだったらね、もう一つ目もう一つ目そうだな、うん、まあまあそういうね、うん、3連戦を振り返りましたけども、はい、次ね、もう行きそうね、日にち的にもう9月になったんだと思いながら ね、こっからもう本当に1試合も落とせないっていう戦いが続くから ね、明日は1試合あるんですね。そうそうそう、楽天オリックスの試合が明日あって、はいはい、ね、これ続いてあるんだけどもね、ね、はい、ということでその後は一応楽天オリックスの後はカードが変わって、うん、はい、
巨人ヤクルト、DeNA 広島、阪神中日、でオリックス連戦になるんですけど、オリックス西武、ソフトバンク日本ハム、この日はパリーグは2カード、そうだね、その次の日も2カード、変則ですね。まあちょっと変則になってくるね、5月になるとね。その次の日は逆にロッテ楽天、1試合とかっていう風になってくるんで、そうそうそう、ちょっとごちゃごちゃっと、またお伝えの仕方を考えないとねっていう感じですが、まあそうだな、まあでも、これからはね、ちょっと変則になってくるんで、ね、ただ基本的には、日曜日と木曜日に、振り返りは上げるという基本的なことは変わってないけどもね、ただお伝えする試合の内容はちょっとね、3連戦じゃないよっていうこともありますね。まあそうだね、まあそういうことで、ね、もうそろそろ雨はいいな、雨はいいけど、なんかもう台風の進み方がなんか見たことないような進み方と、とうとうしてまたこの辺すごい雷鳴ってたりとかするから、まあ、各地でね、ちょっと被害いろいろ出てるので、ちょっと皆さんお気をつけいただきたいなっていうところですね。ただまあ日程が詰まってる球団は無理してやる時もあるだろうしな、だから怪我にはね十分気をつけて本当 ね頑張ってほしいと思います、はい、はい、ありがとうございました。はい。